ハキリアリは、八目、アリか、二節アリカアに属するアリ。葉を切り落とす切られた、端分より大きな葉を運ぶ更新する葉障害物を、乗り越えるロープの上も運んでいくアリだけを植え付ける、ハキリアリの被害を受けた、聞きたアメリカ島南部から、中南米の熱帯雨林帯を中心とした地域に、広く分布している。体色は、赤葛色。 体長は3から20ミリメートルと書くアリの大きさに非常にバラつきが目立つのが特徴で、最大は女王アリから大型兵隊アリ、大型働きアリ、中型兵隊アリ、中型働きアリ,型アリ、小型兵隊アリ、小型働きアリ、そして繁殖に生まれるオスアリなどといった具合に多くのバリエーションに分かれるのは、工術する生態から生まれたこのアリが持つ特色が持つものである。 他のアリには見られない、得意な生態を持つことで有名で、働きアリは列をなして、様々な木に登り、そこにある葉を切り落として次々と巣へと運んでいく。その姿は、葉が一人でに歩いているように見える光景になる。そして切り落とした葉を巣へ持ち運ぶが、この葉を餌にするわけではなく、地下の巣の広大なスペースに葉を運んで、その葉に特殊な菌類を植え付ける。これは、 アリタケと呼ばれ、植物の葉を栄養源にして菌類は増殖し、育っていくが、そのために、アリーたちは葉を運び、この菌類を餌にしている。地下のこの菌類を栽培するスペースは、生育に適した温度と湿度が保たれ、アリーたちはその環境を維持するために葉を運び続ける。そして、アリタケも葉切りアリがいなければ、生息と増殖ができない愛リ共生の関係にある。また、 養分の尽きた、いわゆるゴミとなった葉はそこから運び出され、特定の場所に捨てられ、そこでゴミの山のように積もっていく。なお寿命が尽きたり、身体欠損などで生きられなくなった葉切りありもここへ運ばれ、そこで一生を終える。大中小の様々な大きさのアりがいるのは、硬い大きな葉を切り落として運んだり、巣の拡張や葉を運ぶ。 運搬路確保の土木工事を行う大型の働きあり、大型蟻りの切り落とした葉が大きすぎた場合に分断し、運びやすい大きさにして、運んだり、大型蟻りにできない作業を行なす中型の働きあり、さらに細かい作業で活躍する小型働きありという分業体制になっている。大型の兵隊ありは巣を警備したり、外敵から守る役割を持ち、 中型の兵隊アリは歯を運ぶ働きアリをガードし、小型の兵隊アリは働きアリに並行して、絶えずに周りを警戒する。警備アリと呼ばれる、小さいアリは巣に運ばれる歯の上に乗っているが、これは、はきりアリに卵を産み、幼虫と共に伝染病を送る寄生媒警戒のためで、小型警備アリはこのハエが近づくと大きく、顎を開いて追い払う。巣の中でも、 中小の様々な働きアリたちが働いており、女王や幼虫、さなぎの世話をする、ヘルパーアリ、アリかを栽培する作業に従事する、濃厚アリ、巣から出たゴミを処分するアリなどが動いている。硬い歯を切り落とす作業では、片側の顎を鍵状にして体を支え、もう一方の顎をカッターナイフのような具合で歯に当てて、切れ目を入れ、手この原理を応用している。寿命は、 女王アリが10から20年と昆虫類としては長寿なのに対し、その他のアリは半年程度しか生きられないという。女王の死後は巣は衰退し、生き残ったアリたちの活動も鈍くなり、やがて死滅する。育てた菌類は、有害菌の繁殖を阻害する化学物質を発生させ、バハマハキリアリに感染するのを防いでいる。また、 通常の広角の上にマグネシウムを大量に含んだ炭酸カルシウムの鎧が形成され、この鎧によって他のアリより部位欠損しにくくなる。葉を切り落とし、それを運ぶ姿が面白いことからよくテレビの自然番組などで紹介される。海外ではキノコを栽培し、それを利用する習性から農業をするアリとも呼ばれ、節足動物でこのような生態を見せるのは本種以外には ほとんど見られないことでも注目される。現地では、コーヒー農園にも現れ、そこの葉を切り落として、数に物を言わせて木を丸裸にしてしまうこともある。ことから、重要な農業害虫にもされており、木に登れなくする薬品や防護袋なども、儲けているように歓迎されない面もある。しかし、本種が葉を切り落とすことで、熱帯雨林の新陳代謝も高められ、津から出た。 大量のゴミも分解され、熱帯雨林の栄養価の高い土壌を生み出すのに、一役買っている有益な一面があるのも無視できない。ハキリアリ族とヒメハキリアリ族の二族に分かれ、32種にも分かれる。ハキリアリ族ヒメハキリアリ族、ありがとうございます。